はいどうもタクタクです。エルフセレアの追いやっていきましょう。こっち着いたのかね。着きましたね。はい、着いたな。行くぞ。あ、はいっす。どこに着いたのか。あ、ま、そんな、ちょうど、くそー、鍵がかかってる。す、ポポコ頼む。あ、いやいさ。ねす。いや、すごい。いっちゃ上がりっす。どっちにしろいないとこ思ってたよ。あ、キーじゃなくて、所長っす。まだ生きてたのか。しぶといやつだ。まあいい。ポポコ、ちょっとこいつを背負ってくれないか。え、大丈夫ですけど。こいつにはまだ聞かなきゃならんことが山ほどあるんだ。ほんほん。ここ結局ここ。注意、この先関係者以外立ち入り厳禁。不審者に対し警告の割烹をします。なるほど。やれやれ。やっと着いたか。着いた？どこにすか？研究所だよ。お前カメラで見たんじゃなかったのか。そうだ、いいことを思いついたぞ。ポポコ、このエルフが本当に兄さんなのかどうか確かめようじゃないか。お、やっとポポコを信じてくれるっすか。そうじゃない。エルフのペテンを暴く機会がちょうどここにあるから試すだけだよ。そんな都合のいい機会があるんですか？エルフ様の嘘発見マシーンとかっすか？この研究所のセキュリティシステムは兄さんがエルフ研究を応用して作ったシステムなんだ。従来は指紋や、人相でしかできなかった本人確認を肉体の中に入った精神で判断することが可能になったんだ。おお、すげえ。これでエルフの洗脳や、マジか、精神根源から重要施設を守ることができるんだ。兄さんが作ったんだぞ。すごいだろ。ずずずず。寝るな、ね、寝てないっす。洗脳セキュレーテーのなんたらっすよね。まあいい。そのエルフの手をあの機械にかざしてみろ。了解っす。そのエルフの精神はセキュリティに登録されていない。だから手をかざしたところでドアは開かな。あ、なんか光ったっす。バカな。なんで？セキュリティにバグが。いや、兄さんのプログラムは完璧だ。まさか、まさか本当にこいつの中身は兄さんなのか。ほら、ポポコの言った通りっす。うるさい。そんなまさか。そうだ、地下の警備室。あそこにも監視カメラの映像は残っているはずだ。これで白黒はっきりする。ポポコついてこい。言ってんだろ。警備室。あ、このまま下に行けばいいだけ。いいだけだけど、こっちから行けっかな。こっちじゃない。こっちじゃないんかい。最初から自動で移動してよ。で、こっちでもないでしょ、多分。こう来て。開いてる！いつの間に。セーブしとこうか。開かない。こっちじゃない！こう来て。これか？お、ここが来んだ。あ、来た、来た、来た。これ？これだ。これを見れば全部はっきりする。だから本当だって言ってるのに。本当にラブロは頑固っすね。黙ってろ、兄さん。兄さんの精神は今どこにいるんだ？カクカクしかじか。見たってこと、見たってことかい？回想中ですね、これは。兄さん、あ、ラブロか。実験の調子はどう？何か機材で足りないものはないかな？いや、大丈夫。ジムス以外の研究施設だよ。ただ、現段階では魔力を生み出すことはできない。魔力を移し替えるのが精一杯だ。だから誰か十分な魔力のあるエルフの被験者が必要なんだ。そんなことに協力してくれるエルフなんて。それなら大丈夫だよ、兄さん。ちょうど今連れてきたんだ。見てよ。連れてきた？ある日、母さん！どうして？終身刑でもう外に出れないはずじゃ。ここの地上は刑務所だ。こういうことになるかと思ってこっちに移送しておいたんだ。あ、母さん。ある日、ごめんね、心配かけて。心配？心配だと？兄さんがてめえのことなんて心配するわけないだろう。キャ、
おい、ラブロ寄せ。ち、大丈夫母さん、いいのよ、ラブロが正しいもの。子供を守れず捕まったなんて親失格。そんなこと、あの人も早々に処刑されてしまって、もう私にできることなんてないと思ってた。でもまだあなたたちにできることがあったの。だからお願い、私の体を実験に使って。てめえ、何悲劇のヒロインぶってるんだよ。そもそもお前らが子供なんて作らなければ。ラブロ、ごめんね、ごめんね。なんで私なんて産んだの、みたいなお話がよくありますけども、人間って何なんでしょう。さん、兄さん、そこまで行き着くよね、マジで。考え出すと、兄さん、ラブロ、本当に兄さんなのかい。僕も信じられないけどね、信じたくもない。いや、そんな、何かあいつがエルフが知らない、俺たちしか知らない思い出って。そうだね、吸品院にいたら、いた頃、いや、抜け出した後、参ったな、ろくな思い出がない。へへへ、それもそうだ、もっと楽しい質問にしようよ、ね。それではタバコは？好きなタバコ。僕は吸わないよ。好きな遊びとか。チェスで最後に俺に勝ったのはいつ？ちょっと、僕はチェスでラブロに負けたことないよ。輪投げならラブロに勝てたことないけど。好きな人は？初恋の人は？死もしないくせに。いや、知ってるよ。吸品院に来た洗濯係の修道女だって言うんでしょ。だからいつも言ってるじゃないか。僕はあの人に色目を使ってなんかいないって。いや、兄さん、見惚れてたね。僕知ってるんだよ。あの洗濯係、兄さんが花をプレゼントしようとしたんだ。あれは僕じゃなくて隣のベッドのやつが置いたんだって何回言わせるの。いや、あれは兄さんだ。確かに兄さんが送ったんだ。違うったら。へへへへへ。兄さんだ。確かにある日兄さんだよ。だから、ふふ。違うったら違う。兄さん、僕じゃないからね。いや、兄さん。いや、違う、話が変わってる。あ、俺、もう兄さんが助からないと思って。もう二度と会えないじゃないかって。ラブロー、よかった。本当に兄さんだ。ごめんね、心配かけて。うん、いいんだ。兄さんさえ生きてくれてるなら。くす、俺、よかった。よかったよ。ほーら、ポポコの言う通りだったっす。うっさい。ほわ。まだ認めない気っすか。ポポコもラブロを守ってくれてありがとう。兄さん、俺はこいつの手なんか借りてないよ。あー、嘘つきっす。ポポコドアを開けてあげたじゃないですか。ははは、仲良くなれたみたいだ。よかった。仲良くないっす。安心したよ。ポポコがラブロのこと気にしてくれるならもう大丈夫だ。だから気にしてなんて。大丈夫、どういうことっすか。もう僕がいなくなってもラブロは安心だ。何言ってんだよ兄さん。そんなことないよ。うん、この世の中で一番大切な力、それを知らない誰かと対等な友人関係になる能力だよ。ラブロはそれができた。つまりまだ難しいかもしれないけど不可能ではないってこと。もうある日兄さんの支えはいらない。いや、逆に足かせになってしまうかもしれない。そんな、いらないわけないじゃないか。いつまでも俺は兄さんと、いつまでも。ごめんね、ラブロ。僕、やりたいこと、いや、やらなきゃいけないことができちゃったんだ。そんなの好きにやればいいじゃないか。俺と一緒に、好きなように。それはダメなんだ。これは僕だけの責任。僕が一人で巻き起こして、いろんな人を巻き込んで、そして、台無しにした。僕はここで化け物、いや、母さんと心中するんだ。何言ってんすか。決めたんだ、僕は。償う。だから、何言ってんすか。心中って、どういう意味だったっすかね。お前喋るな。バカ。ポポコは黙ってろ。ね、兄さん、やめよう。そんなこと口に出すのやめてよ。心中っていうのはね、ポポコ、一緒に死ぬってことなんだ。バカが責任を取って死ぬってこと。死ぬ？バカが死ぬ？ポポコが死ぬんすか？アホポポコ！ねえ、あんなアホほっといてさ、話を聞いて兄さん。
ポポコは死なないよ。死ぬのは僕。あの化け物を作ったのは僕。だから片付けるのも僕。そうだろ？俺の話を聞いてよ。兄さん、兄さんおかしいよ。兄さん今まで僕のこと無視したことなかったのに。ごめんね、ラブロ。でももう僕決めたんだ。僕は母さんと一緒にここで死ぬ。あんな化け物放っておけばいいんだよ。あいつだって俺たちのこと放っていったんだから。あれ？ちょっと待ってほしいっす。ラブロさっきは化け物のところに行くって言ってたっすよね。言ってたっすよ。バカ。それはあの化け物が兄さんだと思ってたからだ。で、あんたは逃げ出そうとしてたって、してたっすよね。逃げ出して何になるって言うんだ。責任逃れもいいとこだよ。おかしいっすよ。さっきとあべっこべっす。いや、ちょっと俺もポポコぐらいの脳になったかと思ったし。ポポコの脳足りん。ちょ、ポポコ黙ってたの。そんなことどうでもいいから、お前も一緒に兄さんを止めてくれよ。ポポコはなんで刑務所に入れられたんだったっけ。え、友達が嘘つきだったからっす。嘘つきで自分のことしか考えてない最悪のやつだったんす。ポポコバカだから、そいつに騙されてポポコも嘘つきになっちゃったんすよ。思い出したんだ、僕もその最悪のやつと同じだったよ。え、違うよ、違う違う、そうっすよ、違うっすよ。ポポコのこと助けてくれたじゃないっすか。行けずまでして。ポポコは脱出して利用できると思ったんだ。だから助けた。それだけだ。なんで今そんなこと言うんすか。簡単なことだよ。ポポコにはもう利用価値がない。邪魔なんだ。早く自分の檻に帰ってくれないか。嘘だ。ポポコ騙されないで。兄さんは今嘘言ってるんだよ。嘘？やっぱり嘘つきなんすか。あ、いや、そうじゃなくて。いや、僕は嘘つきだ。違う。嘘つきの最悪のやつだよ。みんなを殺して君を殺しかけたのも僕。全部自分のためにね。じゃあ、今まで助けてくれたのも全部嘘なんすか。ドア開けてくれたのも、化け物から隠してくれたのも、血をくれたのも、全部嘘っぱちだったんすか。そうだと思う。僕は最低の嘘つき野郎だよ。ポポコ、違うんだ。兄さんそうじゃなくて、嘘つきじゃなくて、そんなのってないっすよ。兄さん、これでいいんだ。ポポコは僕なんかと関わるべきじゃなかったんだ。自爆装置とかあるのかな。あいつは嘘つきは最悪のやつっす。今度こそ信じていいと思ったのに、信じたいと思ったのに。グス。ああ、ポポコまた間違えたっす。嘘つきに騙されてポポコは、ポポコのバカ。また間違えた。開いた。あわわわわわわ。やっちまったっす。バッシが、まだだから暴れるなってキーが。バッシ？傷口を塗ったんだ。ちゃんとくっつくまでおとなしくしないと傷跡が残っちゃうかも。はあ、今更傷跡が増えても別に平気っすけど。とにかく脱出は向こうのベッドでちょっと休んでからにしよう。ここを出た後傷口を見て嫌な思いをしたくないでしょ？思い出しとるけど。あ、傷口を見て嫌なこと思い出しちゃったっす。キーが心配してた通りになっちゃったっす。いやいやいや、ポポコ何言ってんすか？嫌な思いをさせたのはキじゃなくて、あの、偽エルフス。危うく騙されるとこだったっす。ポポコの檻に帰るっす。あんまりうろうろしてると看守さんに怒られるっす。そんなこと言う。もう逃げりゃいいだろ。エレベーター降りてきてないよ。そう、ここから上がれる。ここあいつとポポコが初めて会った。開いた。なんかなんすかこの壁、こんな硬い壁初めてっすよ。誰かいるっすか。すいません、私のこと知ってたりしますか。え、妙なこと聞くんすね。あはは、ガー、そんなのどうでもいいっす。さっさとポポコのロレに帰るっす。さあさっさと戻って。なんだかポポコもここから逃げたくなってきたっす。だろうね。とにかく出口を探さなきゃ。
それとドアと、壁を壊すのは大きな音が出るからなるべくよそう。あんまり壊してばかりだと、あとでポポコも監視に怒られるだろうし。わかったっす。エリク様の言う通りにするっす。あんまりポポコの開けた穴は使わない方がいいっすかね。ちゃんとドアから帰るっす。どっから帰るんだっけ。こう来て。ここだったっけ。こら、ポポコ。寄り道しない自分の檻に帰るっすよ。これいけんだっけ。ブーってならんの。あ、なるやん。うわ、血がいっぱいっす。誰か怪我したんすか。ん、お前や、お前だ。あ、そうだ、これポポコの血だったんですね。気早く逃げるっす。 でもポポコは大丈夫っすから、早く一人で逃げるっす。いや、そんなのダメだ。捕まってポポコ。この短時間ですごいいろいろ思い出してる。ポポコ食べられてるうちにキーが逃げればよかったのに。食堂だけに、あははははっす。でもキーはポポコを隠して直して、と到着しましたけど、わかんないっす。ポポコわかんなくなったっす。あいつは悪いやつっす。最悪やろうっす。でも悪いやつばはわざわざあんなことしてくれないはずっす。それでもあいつは自分で悪いやつって言ったっす。でもでもでも、あれ、なんかポポコの部屋狭くなってないっすか。あ、全然気づかなかったっす。横の壁がなくなってるっす。あれ、そしたらお隣さんはどこ行ったんすか。ポポコがいないうちに お引越ししちゃったんすかね。ちょっと挨拶するっす。食べられたのでは。うわ、すごいっす。ポポコの部屋めちゃめちゃでかくなってるっす。いや、ちげえよ。そうすると隣の部屋はどこに、部屋はどこ行っちゃったんですか。ちょっと見てみるっす。ショットは21時、朝の点呼は8時から。その間、監修見回りは3、4回。調達屋から安売りは手に入れた。あとはやるだけだ。お、まさかどっかに脱出してんのか。ギリ脱出したかな。はいって言ったところで、なんかここに脱獄の人がいたっぽいっすね。はい、いたっぽいっす。なんかもういろいろ映ってる気もしますけど。はい、というわけでこの続きはまた次回よろしくお願いします。それでは、したっけ。